ロシア語平戦記、日本語版音響監督の岩波と申します。今回ですね、絶対了解音域ということで、限られた劇場なんですが、一つ一つ劇場を訪れて、音響調整ということをして、ロシア平線機がベストの状態で聞いてみていただくという、試みをやっております。で、こちらのですね、幕張新都心さんの、最大の特徴としては、ウルティラという、大きなスクリーンですね。スクリーンサイズがですね、18メートル ×10 という、とても大きな、視野いっぱいに広がるようなスクリーンと、それともう一つ、特徴がありまして、ドルビーアトモスという、全天周ですね、前からも横からも上からも後ろからも、音が出るという、施設があるんですが、今回このロシア平線郷は5.1チャンネル、左真ん中、右後ろ、左後ろ、右後ろ、それから点1という重低音の5.1チャンネル、映画の基本的なフォーマットなんですが、これをですね、9.1チャンネルというアップミックスですね、後ろの右後ろ、左後ろを、右左後ろの右後ろの左、それから、トップ、天井ですね、天井の右左、これに、前方の左真ん中右合わせて9.1チャン、というふうに、リアルタイムでアップミックスしています。これができる劇場っていうのは世界中でも数館というか、日本に数館、僕が全部やったんですけども しかありません。ですから、この音が聞けるっていうのは関東ではここだけかな。で、どういうことが起きるかっていうと、例えば自然の音ですね、雨とであるとか鳥の声とか、これが、ものすごく臨場感がある、上からも横からも後ろからも、きれいに広がって、森の中にいるような、没入感っていうんですかね、臨場感がございます。それから、戦闘シーンですね、戦闘シーンの、移動感、これがすごく、クリアに出ます。おそらく、中国の制作者の方も、この音本当は真後ろに置きたいんだろうなっていう音が、後ろから来る、後ろから前にドンと移動するとか、そういう移動感がすごく、明確に、出てるんで、戦闘シーンの迫力とかも、かなり、増してるんじゃないかと思います。あと、こちらのですね、ウルトラスクリーンの大きな特徴なんですけれども、サブウーハー、100Hz 以下の重低音ですね、これを担当しているサブウーハーを6本、これは前の前の支配人を僕がそそのかして、入れていただいたんですけれども、これもイオンシネマさんの中でも、ここだけかな。で、どういうことが利点があるかというと、ロシア平戦期もそうなんですけれども、最近爆発音とか、そういう、衝撃音ですね、そういうのによくこういう重低音が入るんですけれども、そのサブウーハー増設することによって、一つ一つのスピーカーの負担が少なくなるので、その振動の音ですね、それの立ち上がりが早いんです。要はスピード感があるというか、だからそのドンっていった時に、そのどのところでブンっていうのが出るんですよね。で、これは本当に大きな特徴で、他の劇場では味わえない、本当に細かな違いなんですけども、僕らはやっぱスタジオで聞いてるんでよくわかるんですけども、その重低音も聞きどころなんで、その辺もちょっと気にしていただければと思います。ただ、特別にね、ものすごく音響調整って言っても何をやってるんだって思われるかもしれませんが、基本的には、僕が、日本語版の音響の、ミキシングをした録音スタジオで、聞いた音を映画館で再生すると、そういうことを目指しています。オリジナルの音声に忠実にというところですね。ただし、ここは幕張だけの、特典というか、スペシャルな9.1チャンネルアップミックスという、音声、それと
あの大スクリーンですね、18メートルの大スクリーンで、楽しめますので、もし今までロシア平戦記字幕版で見たよっていう方も、あのものすごくたくさん、あこんな絵だったのかとか、こんな音が入ってたのかとか、すごく発見があると思います。それからですね、日本語版も、まあ、自分で言うのもなんなんですが、素晴らしい声優さんに集まっていただいて、とてもいい仕上がりになっていると、自負しておりますので、あの字幕版見たからいいやという方も、おそらくですね、物語がやはり日本語でセリフをしゃべることによって、あのスッと心の中に、入ってくるんじゃないかなと思います。今日も音響調整してラストシーンを見たんですけど、うん、やっぱりグッときちゃいますね。本当に、いい映画です。ぜひこのウルティラの特大スクリーン、それからスペシャルな、9.1 チャンネルで、楽しんでいただければと思います。関東地方ではあのここ幕張、新都心でしか 9.1 チャンネルっていうのは楽しめないんですけれども、シアタス調布、こちらはですね DTSX というテクノロジーを利用して、これまた 11.1 チャンのアップミックスという、やはりウルティラと呼ばれるイオンシネマさん独自の、スペシャルな劇場で楽しんでいただくことができます。それから、西の方の方はないのかっておっしゃるかもしれませんが、イオンシネマ名古屋ジェアさんで、これまた 9.1 チャンネルウルティラのスクリーンで楽しんでいただけますので、名古屋の方はぜひ、調布の方もぜひ、もしよければ見比べてもらっても構いませんので、ぜひ、まあ、あの体調には十分お気をつけて、映画館に足を運んでいただければと思います。では劇場でお会いしましょう。すべての人の心に響く感動のアクションファンタジー。居場所を追われた黒猫の妖精シャオヘイ。僕はシャオヘイ、妖精だよ。おいで、これからここは君の家だ。うん。館に行こう。妖精館というところだ。人間となんていたくない。人間と妖精は共存していくしかない。いつの日か人間は妖精を消す。あなたの歩幅。私は人間が好き。人間って面白いの。どの世界も同じ、いろんな奴がいる。お前は才能がある。ただその力を悪いことに使わないでほしい。何やってんだ、ザコ相手に情けねえな。周辺住民の避難誘導を急げ。相手が悪いな。きっとこの街が気に入るわ。僕が人間を守るなんて。お前の力が必要なんだ。僕は間違ってる気がするんだ。お前の中にちゃんと答えがあるだろう。ロシャオ平戦記、僕が選ぶ未来、11月7日公開。